首位奪還を狙う日本ハム。しかし初回からダイエーの猛攻にさらされます。ダイエーは制球に苦しむ武田から吉永のタイムリーなどで3点をもぎ取ります。大沢監督たまらず2回途中で武田に代えルーキー松田を投入。しかし松田も佐々木にライト前、さらに満塁で藤本にセンターに弾き返され、気がつけばこの回4点を奪われ、序盤で7対0と大差をつけられました。しかしチームが乗りに乗ってる日本ハム、4回ランナー1塁2塁で小川ライトへタイムリー。この後田村も右中間を破り3点、なおも2アウト満塁で周の当たりはレフト線へ。日本ハム5点を返して2点差と追い上げます。その後両チーム2点ずつ取り9対7、ダイエーリードで迎えた9回表、粘る日本ハムは田村のこの当たりで1点差。そしてピンチヒッター大島が執念でレフトへ同点タイムリー。日本ハム奇跡の同点です。結局この試合延長に入り、出てきたピッチャーは両チーム合わせて11人。11回4時間を超える攻防は9対9、引き分けに終わりました。日本ハムの先発は河野。今日先発予定の柴田が膝の具合が悪く急遽マウンドに登りました。1回連続ヒットを許して二塁一塁のピンチに立たされます。昨日は序盤での大量失点で苦戦を強いられた日本ハムですが、河野は立ち上がりのピンチをしのいで前半を無失点で切り抜けます。日本ハム4回の攻撃、3番周、4番ウィンタースの打球は完全に詰まっていましたがヒットとなって3塁1塁。ダイエー先発の石田を攻めます。ワンアウトの後6番中島、それまでコーナーをついていた吉田の甘い球を見逃しませんでした。1点を先制します。なおランナー2人を置いて7番田中幸雄。昨日先発メンバーでただ1人ヒットのなかった田中、今日は勝ちたいという気持ちを乗せてチームを3ランホームラン。日本ハムが集中打で4対0とリードします。さらに6回追加点のチャンスに再び田中幸雄、2人目の矢野から2点タイムリーヒット。田中は今日5打点の大活躍です。6対1で勝った日本ハム大沢監督もご満悦でした。日本ハムはおととい先発して2回途中でノックアウトされた武田が自ら志願しての先発登板。5回ワンアウト満塁のピンチを招きます。前回の悔しい思いをぶつけるように気合の入ったピッチングでダブルプレー、得点を許しません。大栄先発村田に対してヒットわずか1本に抑えられていた日本ハムは7回ヒットの周を1塁に置いて4番ウィンタースは三振。この後周は盗塁を狙いますがタッチアウト。7回まで2塁を踏むことができません。0対0で迎えた8回、日本ハムは7番田中幸雄、ツーベースヒットで初めてセカンドへ進みます。ツーアウトとなって9番鈴木、値千金のタイムリーヒット。日本ハムがついに均衡を破ります。日本ハムは好投の武田から酒井、そして最後は金石と万全の投手リレーで虎の子の1点を守りきり、引き分けを挟んで3連勝としました。1回藤井が大栄木村からライト場外に文句なしの23号、主砲の景気づけの一発でオリックス幸先よく先制します。続く2回、9番杉野がレフト線に痛烈なタイムリーツーベース。福田もセンター前に弾き返して先発木村をノックアウトします。さらに2人目渡辺からも4番石峰がレフト上段に10試合ぶりの21号スリーランを叩き込んで7対0とします。ダイエーも3回、ワンアウト満塁のチャンスを使いますが、期待の佐々木ライトがオリックス野田の前に連続三振、反撃ムードを断たれます。オリックスは4回にも高橋聡が詰まりながらも10号ソロホームラン、主軸の揃い組みでゲームを決めました。野田は1点を失ったものの
序盤の大量リードに守られ8つの三振を奪う余裕の完投でターナー単独トップの13勝目。ダイエーは8連敗です。9番勝呂にセンター前に弾き返されます。4番手下柳もピリッとしません。タイゲーニー福良に連打を浴びて2点差に詰め寄られます。ここでダイエーは昨日先発して2回途中でノックアウトされた木村をマウンドに送ります。木村は昨日ホームランを打たれた藤井らオリックスのクリーンアップを見事に抑え、ダイエーが連敗を8で止めました。3連敗はしたくないよと西武は防御率と勝率でトップの工藤が先発しました。通算100勝まであと1つの工藤は立ち上がりから2つの三振を奪い飛躍のピッチングを見せます。西武は1回チームリーダー3番の石毛、大英先発の足利のストレートを叩きました。調子がいい悪いではない、とにかく勝ちたいという一振りはここ4試合で3本目の12号ホームラン。まず西武が先手を取りました。同点に追いつかれた西武は4回ワンアウト満塁として7番は阿部、詰まりましたがセンターが深く守っていました。石毛と清原の2人が悠々と帰って3対1と再びリードします。なお3塁1塁で8番の伊藤、ワンツーからのスクイズバントを失敗。このあとファール2つ粘っての7球目、伊藤の勝負強さがさらに2点を追加。西武は久々の集中打でこの回一気に4点、5対1とリードを広げました。工藤はキレのいい変化球を生かして三振9つを奪い5安打の1点に抑えて完投勝ち、109人目の通算100勝を達成しました。する西武の森監督、1回ダイエーに先制されますが早い反撃でした。その裏ワンアウト2塁で3番石毛、ダイエーの先発は吉田、ストレートでした。インコースを力で持ってったよ、ハムも勝っているから負けるわけにはいかないと2試合連続の13号逆転ツーランホームラン。西武2対1とします。続く4番の清原、チームリーダーに刺激されての5試合ぶりの19号ソロホームラン。西武は連続ホームランで3対1とダイエーを押しまくります。このあと西武は3回2人目矢野から3番石毛レフト前、4番清原がライト前、連続ヒットでノーアウト3塁1塁のチャンス、5番秋山スライダーでした。23号スリーランホームラン。清原秋山のアベックホームランは今シーズン3回目、石根を含めた1試合3人揃ってのホームランは初めて。西武が序盤で試合を決めました。投げては6連勝中の新谷が大栄を8安打2点に抑え、プロ入り初の無四球試合完投勝ちを演じ7勝目を挙げ、日本ハムとのゲーム差は1、首位の座を守りました。